おはようございます。私が中学生の頃から天台小止観を学んでいたというと、これはよく驚かれます。もっとも小学生の頃からお寺に行って座禅をしていたのですから、なおさら理解しがたいのでありましょう。それは幼少の頃に祖父の死に遭い、人の死とは何か、死んでどこに行くのかという大きな疑問を持って、何とか解決する道はないかと自分なりに探してきた経緯なのであります。お寺に話を聞きに行ったり、浄土真宗の法恩公の話を聞きに行ったり、教会で神父さんの話を聞いたり、天理教の話を聞いたり、いろいろ学びました。そんな中で座禅が一番だと思ったのです。そういうわけで、小学生の頃から何か真実、本当のことがありそうな話には最も興味関心を持っていました。18歳まで和歌山県新宮市に住んでいましたので、そこで学べる限りのものを学んだと思っております。地方ではありますが、いろんな方が見えて講演会などもございました。小学生の時に当時薬師寺の館主だった高田光院和尚がお越しになって、市民会館で講演してくださったのが一番印象に残っております。感動しました。何せその法話の熱意、熱量というものが違いました。当時高田和尚は薬師寺の金堂の再建を終えて、次は西東への建立へと悲願を立てられた頃でありまして、熱心に西東建立のために写経を進められていました。私はその話に感動いたしまして、小学生の小遣いを貯めては薬師寺に送り、般若心経を写経して送っていたのでありました。その頃から般若心経は何も見なくても書けるようになっていました。いろんな方が講演に来られた中には、瀬戸内寂聴さんもいらっしゃいました。立て板に水とはまさにこのことかと思う、大変お元気なこの講演であったかと、あったことを覚えております。また、東大寺の当時、別当であった清水光照さんが講演に来られたこともあります。清水光照さんのご著書も読んでいましたので、楽しみに拝聴したものでありました。清水光照さんは東大寺のお坊さんですが、臨済宗の天龍寺の僧堂に入って修行もなさっているのです。その清水光照さんが語られた言葉で印象に残っているのが、人生は芝居だと、それぞれの役を演じるのだという意味の言葉でした。当時の私にはその言葉が理解できませんでした。一度きりの人生を真剣に生きようと思っているのに、芝居というのは何事だかなと思って、少々がっかりしたのでした。しかしながら、この人生は芝居という言葉はずっと心に残っています。この心に残っていたこの言葉にまた大きな力をいただいたこともあったのであります。人生は芝居。日本講演新聞に水谷盛人さんが社説を書かれています。題がそうなりたかったらそう演じればいいというものです。この水谷さんという方は50歳に手の届きそうな頃に声優俳優の学校で学ばれた体験があるそうなのです。その時に映画監督や映画プロデューサーなど、その道のプロに学べたことは刺激的だったとこう書かれています。そんな体験を経て水谷さんは、人生は舞台、人は皆役者という人生観を持てたというのであります。舞台には稽古と本番があります。稽古ではどれだけ失敗してもやり直しが効きます。
そして失敗を重ねるほど味のある役者になります。人生は舞台ですから、いろんな失敗や後悔をするようなことがあっても、それは人生という稽古場でのことなので、その気になればやり直しができる、とこういうのであります。人は皆役者というのは、俳優さんであればそれぞれのいろんな役を与えられて演じていますが、そのように私たちもいろんな自分を演じている、とこういうのです。例えば親の前では親の健康を気遣う息子という役、子供の前では子煩悩なパパという役を演じる、部下の前では仕事に厳しい上司、妻の前では尻に敷かれる夫などなど、そんな役を演じているというのです。演じていると日本ではあまり良い意味では捉えられません。水谷さんは、あの子はいい子を演じているというと否定的な評価の意味合いが強く、嘘の自分を装って見せているように思われると、こう書かれています。しかし水谷さんは、演じるとはその役を生き、その役を楽しむことだ、とこういうのであります。例えば身近にいつも理不尽なことを言う人がいたら、あの人はそういう役を演じているのだから、私はそれに振り回されないように自分の役を演じればいいと、まあ、そういうふうにこの思えばいいのだと、劇作家の竹内一郎さんという方の書物から引用をされております。そして水谷さんは、なりたい自分があったならば、それにふさわしい言動を続けていくといいと、お疲れ様でしたと、あの世から声がかかるまで与えられたいろんな役を楽しみながら演じきってみよう、とこう書かれていました。私もこの僧道の修行を終えて、修行僧を指導する立場になるときに同じようなことを思いました。自分のようなものが師家という指導する立場になって、指導するようなことには大きな抵抗がありましたが、これもいただいたお役なのだと思って受けたのでありました。修行にはいろんな役が回ってきます。食事の支度をする天祖という役があったり、会計を預かるフースという役があったり、老子のお世話をする院士という役があったりするのです。それで今度は師家というお役をいただいたのだから、そのお役を精いっぱい務めればいいのだと、こう思ったのでありました。そうして考えてみると、かつて人生は芝居という清水光晶さんの言葉も決して悪い意味ではないと思えるようになりました。やがて館長に就任する時も、今度は館長というお役をいただいたのだから、このお役を精いっぱい務めようと思ったのであります。臨済録に、無為の道人、教に乗じて出来たるという言葉があります。何者をも頼りにすることのない本当の自分が、さまざまな状況に応じて出てくると、こういう意味であります。さらに、今日は万般者別なれども、人はすなわち別ならず、故に物に応じて形を現じ、水中の月のごとしと、こう続いておりまして、難しい言葉ですが、外の世界環境は千差万別様々ありますが、そこに身を表す人、人は同じなのです。人がいろんな場面に姿を表すと。それはあたかもお月様が水に映るのと同じようなものだと。いろんなお役をいただいたとしても、その本人は変わることはないのであります。臨済録では無為の信任とも申しますが、何の異界、位にも属さない本当の自分が、人生という舞台でいろんなお役をいただいて務めていると、まあ、こういうふうに受け止めることができるかと思います。やがてはこの世のお役が終わる時も来るのでしょうから、それまではこの世の務めを精いっぱいやればいいのだと、こう思っております。
人生は芝居という言葉は一見すると違和感を覚えますが、味わいが深いとこの頃になって思っております。それでは今日もしばし呼吸を整えて座りましょう。まずこの足に力を入れて床を踏みしめて、立ち上がるぞという気持ちで少しお尻を持ち上げます。5センチ10センチ持ち上げてストンと下ろして、それから肩の力を抜きます。ぎゅっと息を吸いながら肩を持ち上げて持ち上げて持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろす。またぎゅっと息を吸いながら肩を持ち上げて持ち上げて持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろす。最初一息や口を開けて強く息を吐き出します。その時にお腹の中に溜まっているものも、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出すつもりで、と吐き出して口を閉じますと、鼻からいっぱい空気が自然にこう入ってきます。空気が体の隅々まで行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、鼻から息が出たり入ったりしている様子を見つめて座りましょう。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますことをお祈りしております。